いやこれね、はい、めちゃくちゃ僕は楽しかったです。僕も楽しかったですよ。本当ですか？はい、なんか大変なこともあったけど、頑張ったんじゃないかな。頑張った。頑張ったよね。あのね、っていうか詰め込みすぎ。率直な感想。楽しいんだけど、ちょっと詰め込みすぎ。うん、そうだし詰め込みすぎだし。一日が長い。そうですね。そうね。でもなんだろう、僕の、僕たちがやる前に、はい、金井くんが、ちゃんと打ち合わせをして、ちゃんと完璧にこうサポートしてくれたから、そういう意味ではすごく楽しみましたよ。だから浪川さんが5年頑張ったっていうところでね、そこだけは、しっかりやってもらいました、まあ、これ見てもらえば分かるんですけど、はい、まあ、金井くんいなかったら大変なことになってる。まあ、全体的に、まあ、ちょっとね、あんまりまだ言えない、言えないですけど、これは見てほしいなとは思いますけどもね、はい、まあ、さっきの曲の続きになるんですけど、浪川さんのかっこいい一面がこのグアムロケで見れるかなとちょっと思っていたんですが、なんで怖い、でもその先聞きたくない、もうなんか、いや笑いを優先するんですよね。いい、はい、優先してない。そう、別に一生懸命やっただけで、そこがやっぱりそれがすっごいナチュラルで、やっぱりそこのやっぱまあ新しい発見というか改めてこう感じた。なるほどね。そうですね。僕はね、花井くんって本当にこう裏、もともとそうだなとは思ってたんだけど、やっぱこうずっと長い時間いるわけじゃない。まあ。そうなると分かるかなと思ったんだけど、裏表がないんですよ。だから本当に皆さんが思ってるイメージ通りの人がずっと、もう本当ずっと花井くん、もう朝から晩まで花井くんっていう感じなので、まあ、そういう意味では、発見なかったかな。あ、確かに発見なかったかもしれない。いや、なかったわ。でも仲良くなったっていうのも、ね、ね、あるね、より、旅行、まあもうちょっとね、感覚的にはね、そういうこうバカンス要素もあったんで、あ、そうだね、そう、そこは良かったんで、あ、でもありましたよ。何？ここまでポンコツかっていうところが何個かあって、メロディ、それは発見でしたよ。メロディよ、すごかった。本当に見てほしいパートがあって、見せられるかな。そんなポンコツだったの？はい、らしいですよ。じゃあ皆さんぜひ楽しみに待ってください。はい、これじゃん。これ。ポンコツっぷりでしょ。ポンコツっぷりなんですけど、ただ結構そのね、中にはお金のかかってる、例えばその部分、パート、いわゆるパートがあるんですけど、ね、ただ浪川さんが一番面白かったのは、お金が一番かかってない部分。個人的に。いや、そうかな。そうですよ。そうだね、あのね、はい、お金がかかればかかるほど、はい、面白くなかった。逆にね、逆にあのね、壮大すぎて何言おうか迷っちゃうんです。そうそうそう。その時に花井くんはいっぱい喋ってくれるから本当助かりましたよ。本当確かにそうだったね。そうでしたね。それはね、ぜひちょっと違う角度だけど、そういう見方もしてほしいなと思います。そうですね。はい。まあ28時間ある意味過酷というか、ある意味じゃなくても過酷ですかね。過酷ですね。なんかぼんやりさせてきましたけど。過酷なのよ。過酷なことを課してるの。そうそう。たださ、見る人も過酷じゃん。28時間って。見る人の方が過酷かも。そう。だって全部見ようと思うんだよね。そうなの。我々はその出ない部分もある。あるから休める部分もあるけど。でも過酷よ、今回さらにさ、チャレンジアゲインでしょ。そう。テーマが。うん、だよね。だから余計ですよ。だからあのチャレンジアゲインっていうテーマは俺関さんだけのテーマだと思ってたんですよ。あの前回お休みになられたんで、はいはい、急遽、だけど今回我々も、ね、我々もチャレンジアゲインするんで。そう、ね、でも今日前回も出てるじゃん。出てるんで、ちょっとだけ、はい、で今回は今回のキャッチはいろんなところに出るんですね。出るから前回よりも感動してますけど。感動してる。
まあでもきっと面白くなる、もうちょっと発表されてる企画とかもね、お面白そうだなっていうのがね、そうだね、あるんで、まあちょっとあとは体力と相談ですよね。これね、我々も大変だけど、うん、スタッフも大変なのよ。そう、今日ね、僕も言ったんだけど、みんなゾンビみたいになってて座った瞬間寝たりとかしてるから、うわー、かっこいい。だからそういう意味では、ちょっとその辺のゾンビ具合もぜひ皆さんに。だからさ、これがさ、今年がさ、去年以上に盛り上がっちゃうと、また来年もやらなきゃいけないでしょ。そうなったらみんな辛い思いするから、見ないっていうのもありじゃん。いやな、最後のポイントとしては一番間違ってるのなんなんびっくりする。今これ宣伝用、見た方がいい。あ、そうそうそう、じゃあ見てください、見てくださいということでね、はい、怖いもの見たさ、よろしくお願いいたします。